野球のルール超初級編フィーチャリングキシボーイ。野球は9人対9人で行うスポーツです。野球で最も特徴的なのは攻めと守りが分かれていることです。守るチームの投手が投げたボールを、攻めるチームの打者がバットと呼ばれる棒で打ちます。ちなみに野球では使う手に決まりはなく、投げるのも打つのも左右どちらか得意な方で行います。打者は前に打つことができたら右方向に走ります。そして設置された4つのベースを反時計回りに進み、アウトにならずに一周できると得点になります。もし打ったボールがそのまま外野スタンドに入るとホームランとなります。野球の見どころの一つです。1回の攻撃で3人がアウトになったら攻守を入れ替えます。この入れ替えを9回行い、最終的な点数により勝敗を決めます。3アウトになるまでその回が終わりませんので、何点差がついても最後まで逆転するチャンスがあるのも野球の大きな特徴です。それでは野球観戦をお楽しみください。